はい、どうもエンタのゲームインザボックス。前回挑戦しましたヨッシーユーロワールドが終了しましたので、次回挑戦ソフトの発表動画をやっていきたいと思います。はい、ということで前回プレイしましたヨッシーユーロワールドですけれども、全41本の動画になったんですかね。予告動画も含めると42本ということで、まあ結構な期間かかったんですけども、2ヶ月ちょいぐらいですか、2ヶ月半ほどかかったんですけど、まあなんとか無事クリアすることができました。このね、可愛い世界観の割にね、結構シビアなゲームでしたよ本当に。でまあ一応その難しくても、できるようにバッチっていう、そういうなんか補助機能っていうのがあって、まあ、それを使えばそんなに難しくはないとは思いますけど、でさらにエンジョイモードっていうのがあって、なんか自由に空飛べるやつだったかな、なんかそういうのがあるんでね、ゲームの苦手な人でもおそらくクリアできると思いますけども、なんかこうゲーマーの意地みたいなのがある人まあ俺ですよね、僕みたいなことを考えてる人は、まあ、結構苦戦する可能性もあると。でその毛糸の世界の作り込み、これはもうホームページ中何回も言いましたけど、すごくね、考えて作られてるんで、まあ、非常に楽しかったです。で今回ね、開封した後に気づいたんですけど、開発したのがグッドフィールなんですよね。グッドフィールといえばこちら毛糸のカービィ、これは Wii のソフトなんですけど、これ実はね、収録したんですけど、単発動画で収録したんですけど、ちょっとうまいこと撮れてなかったんで、近々撮り直そうと思っているうちに、もうヨッシーウールワールドをクリアしちゃいましてね。もうこれ、近いうちやりたいと思うんですけど、ケイトのカービィっていうね、カービィがケイトの世界でこうアクションをするっていうゲームがあるんですけど、この頃よりも、やっぱね、同じ毛糸の使った任天堂キャラクターのアクションゲームっていう中でも、こっちの方がやっぱ進化してましたね。毛糸のカービィと比べると、やっぱヨッシーウールワールドの世界の作り方っていうのは、すごく良かったですね。やっぱこれを踏まえての、ここでやったことたちの反省点をこっちに生かしたのかなっていうのが、なんとなく感じ取れた。そんな作品でしたね。はい。ということでヨッシーウールワールド、非常に楽しかったゲームでございます。はい、で次回の挑戦ソフトがこの箱の中に入ってますので、次回挑戦ソフトの発表していきます。ヒントを出していきますので、また当ててみてください。はい、今回挑戦するソフトは機種ハードはねこちらです。はい、プレステ4。あ、もうこの時点でもうピンときた人はいると思います。まあ、もうエンタこいつあれだなっつって、あれやるんだなっていうのがバレたと思うんですけれども、まあ構わずやっていきますよ。発売元、発売元はソニーコンピュータエンターテイメント。発売日は2015年10月8日です。今回のこのソフトは、とあるゲームの HD リマスター版ですね。はい、セロは C です。そして開発元なんですけど、元のゲーム、リマスターされる前のゲームの開発はノーティードック。そして今回このリマスター版入ってるリマスター版の開発はブルーポイントゲームズ。ブルーポイントゲームズはですね、ゴッド・オブ・ウォーコレクションとか、あとはイコ、そしてワンタと巨像、ここにありますね。これのね、HD リマスター、これも担当しています。あとはですね、メタルギアソリッド HD エディション、2015年12月に発売予定のグラビティ・デイズ、これは PS ビータソフトの HD リマスター版、PS4 移植版になるんですけど、これも開発しています。まあそんな感じで、リメイクの開発とタイタンフォールの開発をしています。FPS ゲームですね、タイタンを操るっていう、そういう FPS ゲーム、そういうやつも開発しています。そういうブルーポイントゲーム、プレイ人数は1人。もともとはマルチプレイモードも収録されているゲームではあったんですけれども、まあ、今回はマルチゲームは入っていなくて、シングルプレイモードだけが HD リマスターされたものですね。
で HD リマスターされた作品は3作の HD リマスターが1個になった一色体になっているソフトになります。もうヒントないんじゃないですかね、まあそれぐらいにしましょうかここ最近のエンタのゲームインザボックスの動画の傾向を見てるともうわかりますね。はい、ということで PS4 の、とあるソフト今回から実況していきたいと思います。はい、じゃあ開けましょうか。いきますよ。はい、今回挑戦するソフトはこちらになります。ほい、オープン、よいしょ、ドン、アンチャーテッドコレクション PS4。 はい、ということで、今回挑戦するのはここね、この一番奥ね、アンチャーテッドコレクションっていう PS4 のソフトをプレイするんですけども、まあ実はね、もうこのアンチャーテッドコレクションに収録されてるこの3作、これ全部やったことあるんですよ、私。うん。あの、プレイ済みではあるんですよ。大体ね、多分、2012年の頭ぐらいにやったと思うんですよね。だから3年前、約3年前にプレイしたので、まあ、覚えてる内容もあれば忘れてる内容もあるというところです。なんか、あんま覚えてないような気がするんだよね。なんかどっかの回でボス戦めっちゃ強かったっていうのしか覚えてないっていうのもあるな。どれかでめっちゃボス強いんですよ、ラスボスが早速ネタバレしたけど、なんかそんな記憶があるんですね。で、今回収録されてるのは、2007年12月6日に発売されたプレイステーション3ソフト、アンチャーテッドエルドラドの秘宝という、まあこのゲーム、これが第1作になります。まあ1作目ですね。まあアンチャーテッドっていうのは、なんだったっけな、なんて意味だったっけな、なんか未開拓のものみたいなやつですかね、確か。らしいんですけど、そのアンチャーテッドっていう番組を収録していたヘレナっていうね、女の子がいるんですけど、これちょっと裏のパッケージには載ってないな。ちょっと説明書開きましょうか。この子ね。あ、すごいな。携帯、今、携帯カメラで撮ってますけど、ちゃんと顔認識してますわ。ヘレナの顔は顔認識してますわ。ヘレナ・フィッシャーっていうね、このアドベンチャー番組の、ディレクターかな、司会を務めている20代前半の女性って書いてますね。美人レポーターだそうで、美人レポーターとしてね、番組で人気な人だそうで、その人が出てくるんですけれども、で、まあ、この女性と、で、主人公のネイサン・ドレイクっていうね、これネイト・ドレイクってなってますけど、本名確かネイサン・ドレイクやったと思います。ネイサン・ドレイクっていう主人公と、あとビクター・サリバンっていうね、主人公のお友達。おじさんなんですけどね。めちゃくちゃおじさんなんですけど、主人公のお友達。この3人がまあ基本となって物語が進んでいくというまあゲームになってます。で、1はそのエルドラドの秘宝というものをこうなんかこういろいろ探していくみたいなアドベンチャーですね。やつはとてつもないものを見つけたんだ。言うてますけど、まあそういう、まあちょっとトレジャーハンター的なやつが冒険をするっていうゲームですね。ただもうね、本当にプレイする映画って言われたのは本当にその通りで、すごくね、いかついゲームですよ、本当に。本当にいかつい。で、2作目にアンチャーテッド、黄金刀と消えた戦団っていう、これがね、多分一躍有名になったゲームじゃないですかね。このシリーズが一躍有名になったのが、まあ、このソフトだと思います。僕もこのソフトが発売されたっていうのを知ってプレイしたんですよね、まあ、2012年はちょっと遅めですけど、だいぶ遅めになってますけど、まあ、プレイしたんですよね。黄金刀と消えた戦団の発売日は2009年10月15日に発売されましたね。本が新たにまた別の女性が出てきます。本能が冷や汗をかくというね、すごいすごいタイトル、すごいキャッチコピーなんですけれども、まあ、これはまた違ったね、世界観で、これもまた面白かったですね。本当にプレイする映画ですよ。もうずっとね、クライマックスシーンがやってくるような感じですよ。これ、クロエ・フレイザー、このキャラクターとね、一緒にトレジャーハンターとして、活躍していくみたいなね、そういうシーンもあったりとか、なかったりとか、やるんです。まあそういう2作目があって、で3作目、砂漠に眠るアトランティスっ
これが3作目ですね。2011年の11月2日発売ですね。この冒険は全てのエンターテインメントを超えていくっていうね、だいぶこの広げた風呂敷をここで収めるみたいなねそういうあのキャッチコピーですけれど、これが3作目でございます。これも面白かったですよ。シングルプレイモードだけですけども、この3作すべてをこの1枚に収めたのがアンチャーテッドコレクションというゲームですね。今度発売予定なんですけれども、来年ですね、来年発売予定なんですけど、アンチャーテッド海賊王と最後の秘宝というゲームが出るんですけれども、これがアンチャーテッド4作目、まあ4作目ではないんですけど、正確に言うと5作目になるんですけど、まあ、アンチャーテッド海賊王と最後の秘宝、これが来年の3月18日発売予定なんですけど、3月18日に発売されるこのソフトのそのマルチプレイのベータテスト参加券っていうのがこれに入ってます。でさらに、初回購入特典、早期購入特典として、ネイサン・ドレイクの衣装スキンとか、あとは武器とかが、手に入るっていう、そういう、プロダクトコードが入ってました。これも来年の10月7日までですね。ここに書いてますね。シングルプレイモードのみを収録しているということですね。はい、中身としてはこんな感じです。ベータテストの参加の方法ですねが書いてあるで、この裏にプロダクトコードですね、初回特典のプロダクトコードが載ってます。はい、でここは盤面こんな感じになってますね。はい、ということでアンチャーテッドコレクションを今回からやっていくわけですけれども、まあ、いわばこの3作この3本が入ってますから、ここにまあ結構なボリュームですよ。まあ多分クリアするのにはあのヨッシーウールワールド以上に時間はかかると思います。なのでなるべく毎日走行ということでやっていきたいと思いますので、まあよければ見てください。でまあ場合によってはもう土曜日と木曜日はあの毎週更新の動画があるんで、そこは休みするかもしれないですけど、まあ、基本的には毎日更新で、アンチャーテッドコレクションを今回からやっていきますので、お楽しみください。で今回も、1080p60fps で、書き出していくので、高画質で非常に滑らかな動きのアンチャーテッドが楽しめると思いますので、よければご覧ください。はい、とりあえず、作品順にやっていくということで、1、2、3と1、2、3という順番でやっていきますので、とりあえずエルドラドの秘宝のね、予告編をご覧いただきたいと思います。アンチャーテッドコレクション予告編スタート。本当はねこれ発売日に買って、で早打ちにこう実況を始めようと思っていたんですけれども、このゲームに関してはなぜかこのキャプチャーが止まるという現象に見舞われまして、でまあ結局原因としてはハードディスクの書き込み速度が遅いためだったんですよね。でお宝は、フランシス教はこの航海で何かを発見したんだ。秘密にしておく価値のあるもの。人たち置いてかれましたね。こいつは宝探しでは何でもあり。じゃあこれは恋か宝探しか。とぼけちゃうの。ただハマったね。下水小評なんて。これを打つと多分バカさん。まあそうですねやっぱり。いい感じだ。で、でも。もう離れるんだ。早く。そしてジャンプ。うわ、バカすぎる。おお、危ない危ない。よし、狙いが外れた。わずかに狙いが外れたか。俺もだ。どこだ？みんな。お、エレナが撃ってくれてるけど。ああ、ありがたい。倒してくれた。ありがたい。おめえやるな、おめえ。おめえやるな。もう回収するもんない。もう切るだ。なんでいつもこんな目に遭っちゃうのかな。なんでなんだろうな。ネイさんと会話してますわ私ね、ショットガンはまだちょっと俺には早いからショットガンはやめて。まだ俺には早いっすよショットガンはね。まだその使う時ではない。早
早く地図を貸せ。おいおい、動くなって言ったくせに。お前がこっちに来て持ってけよ。体感さっさと全部船へ運べ。なんでここに。この映像見てみて。今がそれどころじゃないだろ。ちょっとメイ、何やってんだ。いいこの映像見て、早く。なんだよ。甲板の荷物も忘れんなよ。よーく見るの。わかる。生きてたのよ。